題4の説明をします。これは電気工事に関する用語、この問題の設問の中から4つを選んで技術的な内容を2項目で、まあ、技術的な内容というのはここに書いてあります。こういう形で回答していくという方式です。この用語の中でまず最初、まあ、コロナ損、これは、送配電設備のジャンルですね。コロナ損で、技術的な内容、まあ、ここは書く必要ありません。技術的な内容として、電圧が高くなると電線の表面の絶縁が 局部的に破れ、コロナ損、コロナですね、コロナ放電が起きて電力の損失を招くということを言うと。それから、もう一つがコロナ放電により青白い光とジージーという音を発し、電力損失、電波障害を引き起こすという、まあ、こういうキーワードを入れておくということです。から2つ目が、スターデルタアピド、これは校内電気設備のジャンルです。で、1つ目が、固定各層の端子をスターデルタ切り替えスイッチに接続し、スター結線で始動、加速した後デルタ結線に切り替え、全電圧を引火すると。で、ここのスターデルタ切り替えというのがキーワード。からもう一つが、始動電流、始動トルクともに磁界で始動の3分の1に抑えられる始動方式で、始動から運転に至るとき電源が解放されると。で、まあ、磁界入れ始動との比較というような特徴を書くということです。3つ目が、自動列車制御装置 ATC、 これは電車線ですね、電車線のジャンルから、速度を制限区間で制限速度を超えると列車の速度を自動的に制限速度以下に制御したり非常ブレーキを動作させるということで、まあ、ここの制限速度以下、こういうものが、まあ、キーワードになってくる。から、ATC 信号電流をキャッチすると受信機と制御情報を判定し、列車の速度ブレーキ指令を行う制御部から成り立っていると。で、まあ、ブレーキ指令を受けるというようなところがキーワードとして上がってくるということです。それから送電線の年賀、これは送配電のジャンルからですね。送電線の年賀、送電線路で各層のインダクタンス、静電容量を等しくさせるため、全区間を3等分して均等に電圧を加線することを言うと。で、全区間均等という、全区間を、まあ、均等に電線を加線するというのが キーワードになっています。それから、もう一つが、各層の電圧、電流の電気的不平衡を防止するとともに、静電誘導の発生を抑制して、通信線への誘導障害を防止する。電気的不平衡の防止ということですね。この辺がキーワードとしてなっています。R 型受信、まあ、校内電気の防災の方ですね。防災のジャンル。として R 型受信、これは火災の発生を感知器あるいは発信機から受信し、防火対象物の関係者に放置し、他の消防用設備へ連動信号を発信すると。で、まあ、消防用設備ですね、これがキーワードです。からあと一つが、伝送方式は固有信号に変換されているので信号線を少数化で表示は窓式、地図式、あるいは CRT 方式があると
ということで、まあ、固有信号に変換するというのがキーワードとして上がってきます。次が系統連携。これは送配電のジャンルですね。で、技術的な内容としては、異なる電力会社の独立した電力系統を他の電力会社の電力系統と接続し、大きな系統として連携運用することを言うということで、他の電力会社との、電力系統と接続するというところがキーワードになってくるということですね。次がもう一つが、各系統での需要、出水率、自己発生の違いを利用して全体の供給予備力の節減ができると。供給予備力の節減ですね。供給予備力という言葉が入ってきます。それからスポットネットワーク、これも送配電のジャンルです。内容としては22キロから33キロボルト級の供給フィーダーを複数で引き込み、各回線ごとに変圧器を接続して虹側を単一母線として並列運転をするということで、虹側の単一母線というのがキーワードでした。それからもう一つ、受電点の受電用遮断器を省略して変圧器の低圧側のネットワークプロテクターを保護装置として使用すると。でこのネットワークプロテクターという言葉、これが、キーワードとして挙げられるということです。次、交通信号の低周期、制御と。これは道路信号ですね。道路信号ですね。これでいきますと、一つ目が道路に沿って設置した信号機が連動することなく独立した制御によりタイマーで自動で制御を行う方式であると。で、独立した制御ですね。独立した制御ということがキーワードになっています。で、あと一つが、低周期制御は朝、昼、夜などのサイクルとスプリット、この割り当て時間を定めたプログラムにより信号を表示する。サイクルとスプリットですね。これがキーワードになってくるということです。から冷蔵変流器 ZCT、 これが変電設備ですね。変電設備のジャンルになります。一つ目が地絡事故の発生時に電流の不平衡による冷蔵電流が生じ、この電流の時速をコイルで編成して地絡経電器を動作させる。で、冷蔵電流、これを拾うということですね。から2つ目が、冷蔵電流を検出し地絡経電器の動作による事故回路の切り離しを行い、地絡事故の波及を防止する。事故回路の切り離しですね。この動作をさせるということですね、目的。それから次、サーマルリレー、これが構内電気設備、これの一つ目が、電磁接触器と組み合わせて電磁開閉器として使い、電動器の負荷および結晶による損傷を防止する。ですから電動器の、損傷防止というようなことがここで言われているということです。から、もう一つが、内部ヒーターとバイメタルが過電流によりヒーター線が熱せられ、バイメタルが伸びて接点が開き電磁接触器を動作させる。これ動作原理ですね。バイメタルとヒーター、ね、ヒーターとバイメタルというものがここですね。ヒーターとバイメタル、これがキーワードになってくる。から次が電線の許容電流、これも構内電気設備、
構内電気設備ですね、電線の許容電流、技術的な内容、電線の許容電流は重粒子熱による、導体温度の上昇や導体及び絶縁体を損傷させず連続して通電できる最大電流のこと、まあ、これを、まあ、許容電流というということで、まあ、重粒子熱ですね、これが上がってきます。それからもう2つ目が、これが電線は低圧屋内幹線の各部分ごとに供給される電気機械器具の定格電流の合計以上の許容電流を有するものと、まあ、そういうようなことで許容電流の、まあ、規定ということでキーワードが出てきますね。定格電流ということですね。それから三相四線式、これも構内電気設備ですね。構内電気設備のジャンルになります。内容として技術的な、技術としては三相四線式配電方式は単相負荷と三相負荷を四線を用いて同時供給することができる方式であるという、まあ、同時供給ですね。単相と三相に同時供給するというところの方式。それからもう一つが三相四線式配電方式では単相100ボルトとするため高圧用変圧器を用いてあらかじめ変圧してコンセントに供給する、まあ、高圧用変圧器が必要だという特徴があるということが、まあ、キーワードとして上がってくる、まあ、これらのことを書き込む、記述するということが、大事です。今年の問題4、技術的な内容の記述の押さえどころです。まず最初にこれは、発電設備の水関係の、ね、ところで水車のキャビテーションキーワード気泡とか出力低下とかこういうものを取り上げて書き込むと。それから2番目が、これが、まあ、電力関係ね、送配電関係のところで、中性点設置方式の直接設置方式とか抵抗設置方式とか、まあ、方式とかその内容関係をされた。それから3番目が、まあ、構内電気設備の設置工事の部分、それの B 種設置、混色事故の防止、それから設置抵抗値、こういうものを書き込む。それから、4番目が構内電気の通信設備関係、LAN関係ですね、これのハブとかスイッチングハブ、まあ、どういう形の、スター型中継層、それから小規模のシステムに向いている。5番目が、ジャンルとしては構内の、防災設備、自動火災放置設備、その中でも感知器、炎感知器、それから阻止、同意阻止、それから取り付ける時の留意点、取り付けるですね。6番目が電車線設備、電気鉄道関係、これの軌道回路、これで自己検出と制御の方式から平電路方式というようなものに今、キーワードとして挙げて記述していくということが肝心だと思います。